のあらすじ。血がでかいわ。免許証にはチップが入ってるからレンチンで壊せ。血がでかいわ。前回こちらの隠し走行作成したわけですが、一つだけ大きなデメリットが存在します。政府の監視から逃れられていないことだ。アイテムを一つずつ手動で取る関係で、アイテムの回収に時間がかかってしまいます。デポ経由だとそうなるよな。ただこのギミックが使いたいというだけでちょっと不便になってしまいました。他にいい方法はないのでしょうか。おや、なんかあそこにボタンがありますね。不思議なボタンが、押してみましょう。うわ、穴が開いた。わざとらしさ100点満点。ここから内部に入ることができるぞ。そうい、そしてトラップドアに突撃。ここで一括で回収できるわ。隠し走行作った意味。ここ地下だから実質隠し走行。無理やり感がすごい。でも間違ってないだろ。そうだけどさっきのギミックはどうなるんだよ。もう使わないかな。実益のあるギミック考えてくれ頼むから。ロマンと実益を兼ね備えるのは結構めんどくさいんだぞ。で、地下に来てみると、何やら送られてこないアイテムを発見。何もレーンに流れてこないな。一体何のアイテムが作られていないのかな。ああ、ミキサーですね。ミキサーの、暗算ガンケーシングが送られていないと。あ、こっちにも暗算ガンケーシングが流れてきてない。ってことは供給が間に合ってないのかな。あ、ここですね。原木の供給が間に合っていません。遅くはないとは思うんですが、それでもこの規模の工場を賄うとなるとこの程度の植林場では足りない模様。単純に回転速度が遅いから回収に時間がかかってるんじゃないか。この風車、気に入ってたんですが致し方なし。ちゃっちゃと解体しちゃいまして、スピードコントローラーを挟んで、風車ベアリングを設置して、砲つけて、はい完成。結局気のままかよネタ少ないな。これだけ爆速で回転すれば回収効率も爆上がりするでしょう。いやこれ回転速度が速すぎてシステムが追いつけず原木を素通りしてしまっているな。お前のセリフがシステムっぽいわ。ご安心ください。そうならないようにスピコン挟んでますから、確実に回収される速度の中で最速を手探りで見つけていきます。結構速度を落としても見落としは発生してる。あっ、ジェットパック外してるの忘れてた。ちょっと待ってね、今装着するから。結局回転速度はほぼ最低に落ち着きました。早すぎてもダメなのか。しかしこれでは最初と何も変わらないので、今回はここの植林場を回転式ではない方法で作成してみようと思います。植林場回転式以外、頭が。今はもう動かない植林機の話は NG。 あの時よりかはクリエイトに少しは詳しくなっているはずなので、今度こそは有用な装置を作っていこうと思います。まずはデプロイヤーを上向きに設置、それを横に伸ばしていきます。というのは嘘で、もはや全部嘘。その前に1ブロック掘り下げておきます。で、そこにデプロイヤーを仕込んでいきます。プラモみたい。直列になるように向きを整えて、その上に土を設置します。そしたらその土の1ブロック上に向けてメカニカル層を設置して、もう片方側にはもう一度デプロイヤーを設置します。1ブロック開けるのは必須。電子辞書くらい必要だぞ。今はそんなに使われてないんじゃないか。2レーン完成。ただ作っておいてなんですが、ちょっと大きすぎたかもしれません。全貌も知らないのに見てる人が代償の判断ができるか。急に正論パンチくるな。横向きデプロイヤーの開けた場所にコンベアベルトを設置します。上向きデプロイヤーにも同じようにベルトコンベアを設置。ああ、建物の中が見える。少しだけ天井をコンベアベルトでえぐりますが、工場の品質に影響はないのでこのまま行きます。そしたら下のベルトコンベアの先にチェストを設置して、ファンネルを設置して苗木だけを通すようにします。わけぎって絶対名前で損してるよな。今の話にわけぎの要素あった。チェストの下にはスマートシュートを設置して、苗木以外は全て回収するようにします。ボウとかリンゴとかは下の方で処理してくれるから問題なし。あとはトンネルを設置してコンベアをいい感じにして、これでほとんどは完成しました。あとはいつものを作って調整するだけです。いつもの？はい。いつものです。結局これに頼ることになるのか。ここで丸石を作り、ここの破砕機に入り、砂利になって即砂になって、ふるいで骨粉に加工します。つまりこれは無から骨粉を作る機械ということですね。サンキュー水とマグマ。そしたらさっき横向きに設置したデプロイヤーの横にさらにベルトコンベアを設置しまして、ファンネルをデプロイヤーに向けて設置。動力を送れば、骨粉が横向きのデプロイヤーに供給されていきます。悪霊は私の人参砲が追っ払います。ご用の方はこちらの電話番号まで。ジャパネット高田じゃねえか。苗木用のデプロイヤーにもファンネルを設置しておきましょう。あとはアイテムが落っこちないように念のため暗算ガンケーシングでカバー設置。さらにガラスでアイテムの飛び散りを対策します。この状態で木の苗を植えてみると。
苗木に骨粉が使われ、メカニカル掃除機を回収、そのままシュートに運ばれます。そして運ばれた苗木が下のベルトコンベアを通りデプロイヤーに送られ、下から木の苗が設置されます。以下無限ループ、今まで原木は自然成長だったけど、これを使って骨粉で強制的に成長させているのか。これなら回転式よりかは効率よく原木が回収できるのではないでしょうか。ただ問題があって、この骨粉を供給しているデプロイヤーに、今までに見たことないエラーが出てきました。デプロイヤーに入ってるアイテムは骨粉だけで他のものはないはずなんだが、でもう一個、原木輸送用のベルトコンベアに意外とアイテムが落ちてくれません。苗木を設置してるところに結構溜まってるな。これは非常にもったいない。できる限り全ての原木を回収しておきたいのです。なのでこの原木回収用のベルトコンベアは撤去、別の方法でアイテムを回収します。わあ、何でアイテムを送るんだろうな。ってことで第2形態ファンを使ったアイテム輸送を使ってみましょう。アイテム輸送はベルトコンベアとファンの押し出しの2種類って決まってるから。決まってはないですけどね。ファンを動かしてみた。おお、これなら回収漏れがないな。ベルトコンベアみたいにアイテムが詰まってなかなか輸送されない問題も解決されそうです。なんで今ジェットパック外した？なんでやろな。アイテムをなくすわけにはいかないのでささっと回収しましょう。どこかにいい着地場所。あ、やばいやばい、こんなことしてたら初心者。うて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 、うばい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 、ドララ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 ラ。死体以外は根こそぎかっさらえ。アイテム消滅する前に回収できました。今の数秒に動画投稿が遅れてる理由が詰まってたな。ファンを使って風でアイテムを輸送することで、原木を漏れなく回収できるようになりました。でも風が来てないここにもアイテムが来てるけど、仕組み上そこには原木はほとんど乗らないので問題ありません。大体木の苗か棒、あとリンゴがそこに乗っかる形になります。ただまあアイテムをドロップしたまま放置していることになるのでパソコンに負荷がかかるかもしれませんが、めんどくさいのでここに風を通すのをやめました。はい、今からやります。これでほぼ漏れなくアイテムが回収できるようになりました。作られるアイテムは漏れなく使う。これが SDGs だぞ。ゲームに SDGs も何もないと思いますが、とにかくこれで一応は完成しました。原木の回収量もさっきの回転型よりかは上回っています。なんなら苗植えが端まで到達してないから進化をまだ発揮してないという。ただいくつか問題点があって、まずは骨粉メーカーがでかいし重い。そして回収漏れは完全には解消されていません。失望しました。もうマクドナルド行きません。ガラスを貫通してアイテムが飛び散ってしまっています。ただこれはこの屋上が狭いから起こっているだけで、十分な場所を確保できれば解消されるでしょう。以上、植林場研究所発表報告でした。だからそんな肩書きが。まだまだ改善の余地ありなので、またいつか続報をお待ちください。少なくとも前回よりかは使えるな。黒歴史を掘り返すのはおやめください。ということで今回はここまで。シンメトリーで結構見栄えもいいな。それではまた次回お会いしましょう。投稿頻度についてはきつく叱っておきます。じゃあ一挙言いに行ってやりますか。まずはスチームのアカウントを削除させようぜ。いいなそれ。あとホヨバースのアカウントも消さないと。楽しくなってまいりました。